はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半のお題は、日本ファクトチェックセンターなる組織が10月に立ち上がるそうなんですが、そのスタッフのメンツを見たら、もう完全に朝日新聞 OB のソックスと化しておりまして、おいおいあんたら正気ですか、冗談ですよねっていうお話と、高官はロシアとドイツにまたがるガスパイプラインで原因不明の事故が起き、ガスが海底から漏れ出てしまい、やばいよやばいよになっているという話題をお届けしようと思います。僕の喋りを聞いてみるんですけど、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはファクトチェックの荒れすぎる話題から、 IT メディアニュースより見出しがですね、日本ファクトチェックセンターが10月開設、ネット情報の真偽を発信、編集部は朝日系ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。政府はインターネット協会は9月28日、日本ファクトチェックセンターを10月1日に設立すると発表した。ネット上の情報についてファクトチェックを行い、真偽と参考情報を公式サイトはヤフーニュースで発信するとしている。公式サイトでは、静岡県で発生した水害の画像や沖縄県の人口に関するツイートなどを取り上げ、その真偽の調査結果と調査過程を記事化している。編集長は元朝日新聞記者でバズフィードジャパンの編集長も務めていた吉田大輔さん、編集には朝日新聞記者の野上秀文さんと元朝日新聞の藤森かもめさんが就任おいおい、どんだけ朝日新聞が混じってんだよと、こんなに朝日のメンツを揃ってファクトチェックはぁって思っちゃいますよね、皆さんね。そのファクトチェッカーは、早稲田大学の政経学部の学生4人が務める。運営委員長は、京大の曽我部正弘教授。監査委員長には、東大の宍戸常司教授が就任。設立に関しては、米グーグルの事前事業部門と、ヤフーが支援に当たった。おしまい。ということで、もう、のっけからスタッフが、朝日新聞 OB で固められておりまして、もはや、日本ファクトチェックセンターというのはですね、朝日新聞の天下り先なんじゃねえのかと、まあ、これツイッター上でね、こういった話題で大炎上しておりました。当たり前だよね、と。で、ここにいるメンツをね、リストにすると、一発でわかりますけども、編集長吉田大輔、元朝日新聞記者。それから、野上秀文、これもね、朝日新聞記者。これ現役みたいですけどもね。それから、編集に藤森かもめ、これも元朝日新聞記者。それから運営員に平和弘、これも元朝日新聞記者となっております。スタッフの中枢にこれだけ朝日新聞で固められていたら、このファクトチェックセンターは朝日のソークスといっても華厳の滝ではないやから、あ、違った、過言ではないでしょう。で、笑っちゃうのがですね、この中の一人、藤森かもめって人がですね、朝日新聞の記者時代に、これはね、ツイッターアカウント NCOCB さんが発掘した情報になりますが、被災地でボランティアの専属医を務める吉田清さんって、これね、藤森氏が書いた記事を紹介してるんですけども、その後の調べで、この男、実は医師免許の資格がないにもかかわらず、医師を名乗っていたとして、石巻警察署に逮捕されております。後にこのようにですね、朝日新聞社もお詫びと訂正の記事を出した過去がございます。それなのになぜこの藤森かもめという人がファクトチェックをする側に立っているのか、かもかもめじゃなかったわけわかめってありますよと。で、そもそもこの誤報の代名詞とも言うべきですね、朝日新聞の連中がなんでファクトチェックしてる側に回ってんだよっていう疑問がね、世間にはあると思います。でもね、そうかそうか、理解できた、きっとこういうことなんでしょう。私たちは朝日新聞勤務時代にですね、産後事件、慰安婦報道、吉田町村などなど、数々のデマ、捏造、扇動を繰り返してやってきた側なので、やった側の手口が分かるんだとですからこれね、ハッカーの攻撃に対処するためにですね、そのハッカーを超える有能なハッカーを雇うべきっていうのと同じ理論で、捏造をやらかしてきた私たちだからこそ、捏造を見つけるのがうまいっていうことなんでしょうかね。だとしたら、よもやよもやではありますけれどもと。で、実はこれスタッフに変なのが混じってるのはね、これだけではありません。毎日新聞の取締役、小川はじめ氏がツイッターで、私も運営委員を務めます。健全な情報環境づくりに少しでも貢献できるよう、微力ながら全力を尽くします。大規模なファクトチェック機関設置、誤情報の疑い内容を専門的に検証とですね、毎日新聞の幹部までもがここに名を連ねておりまして、なんでこんなに香ばしい奴らばかりが集まってくるのか、もはやさっぱりわかりません。で、さっぱりわかんないといえばですね、ファクトチェックの体制ももう完全理解不能でございまして、記者会見の席でですね、ここの運営委員会事務局長を務めている吉田翔氏はですね、ファクトチェックの対象は基本的に SNS の情報とし、正確で厳正な報道機関は対象外としている。は？
ちょっとないっていうか分かんないって感じですよねと。で、その理由についてですね、報道機関はそもそも自身で事実を確認して報道することが使命であり、そこは報道機関自身に委ねるというね。また人員ソースの問題もあり、全ての記事のファクトチェックは行えないことも理由に挙げた。まあ最後の方のね、人員リソースの問題もあって全てのメディアを扱うのは難しいっていう話は一定の理解はしておりますけども、なんすかその手前のね、報道機関は自身で事実を確認し報道するのが使命であり、そこは報道機関自身に委ねるっていうのはね、開いた口が塞がりませんって。これを聞いて北総エンデルのはね、テレ朝の出間川じゃなかった玉川社員でしょう。昨日もお伝えしましたけれども、テレビマンならね、ちょっと調べればわかるだろう、菅前首相の弔辞、あれをね、電通の演出だと断言してしまった後、実は電通が一切絡んでいないことが判明し謝罪をした。まあ出来たてほやほやのデマゴーグ男もですね、テレ朝が報道機関というのであれば、このファクトチェックの網にかかることはございません。よかったね玉川社員さんと。さて、ここからはですね、マーケティングコンサルとして一つ考察をかけていこうと思うのですが、やっぱりこのニュースを見てほぼ全員が突っ込んだであろう部分、なぜ報道機関はチェックの対象外なのかですよね。人員リソースが足りないというのはこれ言い訳になりませんよ。なぜならば、このファクトチェックセンターという組織には潤沢な予算があるからです。これ J キャストニュースによればですね、この組織に運営資金としてヤフーから年間2000万円、それから米グーグルの事前事業部門からですね、2年間で最大150万ドル、これ日本円換算で2億1700万円ほどになりますけどもね、その援助を受けると書いてあります。ですからね、これ単純計算していけば年間で1億2000万ほどの予算がね、この組織に入ることになります。しかもですね、ファクトチェッカーなる調査隊はですね、早稲田大学の学生4名からなっております。マスコミ志望の学生にインターシップ気分でですね、チェックさせようという魂胆なのか、その辺事情は不明ですけども、いずれにせよ安働きなのは間違いないでしょう。ならばですね、あと4名学生を追加してファクトチェッカーをですね、4名 ×2 体制でやればですね、そしたらば SNS のチェック部隊が1個、それから報道機関のチェック部隊が1個、これで仕事を回せるじゃないですか。なんら難しい話じゃない。なのになぜチェック対象を SNS に限定しているのか、僕はこれ報道機関に対する忖度が働いたと思います。もっときつい言い方をすればですね、既存の報道機関の生態系を守る組織だと言ってもいいんじゃないかしらと。つまりこういうことです。 SNS で流れてくる誤報やデマをこのファクトチェックセンターが報道機関になり変わって見つけ出し、それをまとめてここが違うという見解を出します。それを報道機関は新聞テレビを通じて SNS ではこんなデマが流れておりました、皆さん気をつけてくださいと呼びかける。で、それを見た視聴者が、おお、やっぱりネットは信用できない、やっぱ信頼できる情報はテレビや新聞なんだよなっていう方向に持っていきたいと。なので報道機関はチェックしないと宣言した時点でですね、この日本ファクトチェックセンターは報道機関の報道機関による報道機関のためのチェック団体ということでしょう。もし仮にスタッフが報道機関とは無関係な人で全員構成されていたなら、ささやの言うことは単なる憶測に過ぎないで済むでしょうが、判明してるだけでもですね、朝日から4名、それから毎日から1名ですよ、左翼の報道機関から合計5名もの人間が中枢に入ってますから、政治的中立性すら担保してない状況ですからねと。あんたらはだからファクトチェックをする前に左に偏ってる内部をチェックしろと言いたいです。いやー、メディアって本当に怖いよね。それは国葬反対でも1万5000人集結っていうのがね、東京新聞に載っていてもね、それが嘘だと分かっていてもファクトチェックが効かないわけだわ。マジで日本の報道は終わっていると思います。さて、お次の話題は冬に向けて EU のエネルギー事情がさらに悪化しているという話題を、ロイターより見出しがですね、欧州パイプラインのガス漏れ深まる謎、破壊工作で得をするのは誰かということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。スウェーデン沿岸警備隊は29日ロシアと欧州を結ぶ海底ガスパイプラインノルドストリームで原因不明のガス漏れが発見したと発表した。バルト海にまたがるノルドストリーム1と2のガス漏れについて調査を進める EU は破壊工作の疑いがあると発表。だが誰がそれを行ったかは言及していない。ロシアの工作恐ろしやと言いたいところなんですけどね、根拠が上がってこないので、ね、今は口をつぐむしかありませんと。で、この問題をめぐり NATO の事務局長も、同盟国の重要インフラに対するいかなる意図的な攻撃も一致して断固とした対応で迎え撃つと警告した。また EU 当局はパイプラインに対する破壊工作はこれまで見てきた紛争の性質を根本的に変えるものだとして、ガス漏れとロシアによるウクライナ侵攻には直接的な関係があるとの認識を示した。ただ供給国側、消費国側双方にとって重要なエネルギー
インフラの破壊にどんな利益があるのかは不明だ。欧州の国がやるとは思えない。なぜ彼らがそんなことをするのか、米国だとも思えない。すると論理的ではないにしても最もそれに近い考えはロシアだということだ。まあそうなるでしょうね状況証拠としてはですね、ロシアはロシア側の海にね、近くにあるガス貯蔵施設でパイプラインに送る予定だった天然ガスをボンボコボンボコ燃やしていましたし、要するにロシア側はですね、今までパイプラインに流す予定だったガスが有り余ってる状態なんですよね。なのでパイプラインの途中でガス漏れを発生させるというのはですね、火をつけて燃やすよりも処理が楽になりますからね、ロシア側には一定の動機があります。ただ先ほども言ったようにロシア側がわざとガス漏れを発生させるという証拠がないもんで、非常に難しい局面なんですよね。で、プロス氏はロシア側が数十億ドル規模の自国のインフラを破壊するとは確信できないと話す。それでも最も犯人の可能性が高いのはプーチン大統領だろうと話す欧州のエネルギー供給の脆弱性を強調するという点でメリットがあるからだ。プーチン氏は事実上2つの戦争をしている。1つはウクライナに対する軍事戦争で、もう1つはかなり以前に始めた EU に対する戦争で、 EU の価値観に対する戦争だ。彼はそのために偽情報や天然ガスの武器化など様々な手段を用いている。はい、この EU とロシアの価値観の違いを本来なら埋めきれないほどの溝がね、実はあるはずなのに、それをぼかして経済優先でやってきたのがメルケル率いるドイツなんですけれども、最近左利きとかで、ね、実におとなしいんですよね。玉川も青桐もね、二言目にはメルケルを見習いと言ってきたのに、今彼らはどうでしょうかと。メルケルの目の字も出やしないじゃないですか。左利きとのお花畑に付き合ってると日本もドイツみたくしょうもない国になっちゃいますよと。で、ロシアはガス漏れは国家が支援するテロによるものだとして独自に調査を行っているお前が言うなお前言うですけれども、ロシア外務省は29日パイプラインの破壊で最も利益を得るのは米国だと主張した。同時にロシアが破壊工作を行ったという主張は馬鹿げていると一蹴した。ロシアは欧米の経済制裁が運用を妨げているとし、ノルドストリーム1経由のガス供給を停止していた。ノルドストリーム2はまだ商業運転を開始していなかった。ガス漏れが発生した時点ではどちらも使用されていなかったが、艦内に大量のガスが残っていた。おしまい。ということで、このガス漏れはほぼ 100% ロシアの仕業だと思います。なぜならば、この記事にはですね、詳細なことが書かれておりませんですけども、実はですね、ノルドストリーム1、2ともにですね、ガス漏れが発生しているんですよね。で、ノルドストリーム1の方はですね、今までも運転中で、タービンのメンテナンスがどうのこうのとかね、難癖をつけて止めたり動かしたりを繰り返してね、で、動かしてもですね、中身のガスの流量をですね、30% に抑えて運用してるだとか、まあ嫌がらせ行為を繰り返して欧州のエネルギー事情を混乱させていたんですが、じゃあノルドストリーム2の方はどうなんだっていうとですね、これはまだ開業もしておらず、ですから運転もしていない状況なんですよ、本来であればね。で、運転していないってことはですね、天然ガスも本来ならばパイプラインに入っていないはずなんですよ。ところが実際はノルドストリーム2にも大量のガスが入っておりまして、でそこから大量のガス漏れを起こしていたと。ということはロシアが勝手に、ね、ガスを流していることだけはこれ理解できますよね。なんでドイツ側にあるパイプラインの出口が閉まってるのにロシアは勝手にガスを流していたのか。わざわざガス漏れを発生させるために開業してもいない、ね、パイプラインにガスを送ってるとしか思えません。本当ロシアはすぐバレる嘘をつきますよねと。なお、ノルドストリーム1は今現在ガス漏れの点検のため完全停止しております。復旧は10月3日頃予定しているということで、結局この点検が終わるまでロシアからドイツ方面にガスは供給されません。まあ、もっともですね、ガスパイプラインというのはですね、この1本だけじゃなくてトルコストリームだとかね、いくつかルートがあるもんで、これ欧州につながっているガスパイプラインが全部止まったわけではないんですが、欧州のエネルギー事情を混乱させるためにはこれで十分でしょうし、もともと欧州はこの天然ガスを備蓄貯蔵して冬に備える計画だったので、その備蓄を妨害すればですね、冬場にガスが枯渇して勝手に EU がこけてくるという算段がプーチンにはあるはずです。ですからね、今日本に届いている情報というのは戦争に関する情報がほとんどだと思うので、そうなるとウクライナには、西側からですね、最新の兵器が届けられてハイマースだとかね、そういったものが戦果を上げて領土を奪還して、かたやロシアの方はですね、動員令で予備役でもない人間も含めてですね、実は動員がかかって
っており、そんな素人軍隊に満足にね、補充されてない装備でもって一体何ができるのかと、冬が来ればプーチンは詰むんじゃねえのかっていう楽観論もあるんですけども、まあ、もちろんねそうなること僕も願っておりますが、さっきの記事にも書いてあった通り、ロシアが戦争しているのはウクライナとは軍事的に、そして欧州とは経済的にこれね戦争をやっておりますので、どっちが先に値を上げるのか、いずれにせよ冬が来たら状況が劇的に改善するとは僕は到底思えませんし、さらにエネルギーがね欧州発で高騰することが予測されます。ですからね、今こそ僕の勝者にはねほぼいないでしょうけれども、令和の支持者の皆さんは山本太郎が原発など動かさなくても火力発電で足りるんだと、原発反対って言っていたその根拠はどこにあるのかと尋ねてください。ササヤンからすればですね、世界と話し合いで解決を追ってるあんたらが一番世界見えてないんですけども、どうすんだと、ね、生活者にね補助金ばっか配れ言ってないで、具体的にどうやったら光熱費が下がるのか、あの男に尋ねてください。ということで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりなぞかけで締めたいと思います。令和のエネルギー政策とかけまして、根拠を示せとっておきます。その心は、いやーまあもともとないですそういえば今ロシアで一般市民が所有している4駆 4WD の車が国に召し上げられているそうでして、どうやらね戦場でその車を使うらしいと、まあそれぐらいね、軍事車両が不足しているということなんですけれども、いやーロシアピンチだなと、ということで本日も面白かったためになっている方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。